遠藤選手お疲れ様です。前節水戸戦を勝利で終え、今シーズン初の3連勝を記録しました。今日から岐阜戦に向けて始動しましたが、アウェーでの古巣対戦となります。特別な思いはありますか？まあ、ちょっと初めてなんでどういう気持ちっていうのがよくわかんないですけど、まあ古巣なんですごい楽しみですね。はい。そんな中で岐阜には仲のいい選手だったり家族だったりが、はい、いると思いますが、はい、アウェーの試合で出場して点を取りたいなど、そういった思いはありますか？そうですね、まあ、岐阜戦に限らず、まあ、どの試合も出たら結果を出したいっていう部分で、まあ、なかなか結果を出せてないし、チームにもなかなか貢献できてないんで、まあ、また今週しっかり取り組んで、今週の岐阜戦に向けていいトレーニングをしていきたいです。17日のトレーニングマッチの東京国体選抜戦では遠藤選手オーバーヘッドでの得点もありましたし、まあ、押し場面もありました。コンディションが上がっているように見えましたが、その点はいかがですか？まあ、少ないチャンスで決める選手にならないといけないと思うし、まあ、この間もチャンスが、まあ、あった中で1点しか決めれてないので、もっと決めれる選手になれば、もっと試合に出るチャンスが増えると思うので、まあ、練習からしっかり取り組んでいきたいですね。3連勝中ということで、チームにとってはポジティブな要素だと思いますが、チームの雰囲気はどうでしょうか？まあ、初の3連勝ができて、まあ、チームの雰囲気も今いいし、まあ、その雰囲気に乗っかって、まあ、自分もさらにいい、いいですかね、力、エネルギーを与えていけるように残っていきたいです。前節はたくさんのサポーターに来ていただきました。で、次の試合はアウェイとなりますが、サポーターの皆様に向けてメッセージをお願いします。まあ、自分フルスっていうことで、まあ、なかなか、まあ、感情的にも難しい部分があるんですけど、まあ、今はゼルビアの選手なので、まあ、ゼルビアのために全身全霊でやっていくので、またアウェイですが、応援よろしくお願いします。